おはようございます、たまねこです。今日なんですけれども、年末の大掃除ということで、自分じゃ掃除できない部分をこれから掃除していただこうかなって思っております。で、自分じゃ掃除できない部分って皆さん何だと思いますか？あ、そっかエアコンの部分ですかね。なかなかエアコンってフィルターを変えるのは自分でできるんですけど、中の掃除まではできないと思うんで、ちょっとそこをね、きれいにしていただこうかなと思っております。で、実はですね、私半年前ぐらいにカーエアコンの洗浄をお願いしたことがあるんですけど、でそこから今半年ぐらい経って、ちょっと空気が気になる、なんか車内の空気の気になる部分があって、まあ、というのもね、最近すごく寒くなってきたじゃないですか。ということで暖房をね、使った時の空気がなんかちょっと違和感あるというか、なんか匂いが来るよ。なんで年末の大掃除ということで、しっかり掃除をしていただこうかなと思っております。イエーイはい、ということで、ね、今回お願いするのはこちら、空気の洗車屋さんでございます。はい、空気の洗車屋さんの中村と申します。中村さん、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。え、今日はカーエアコン洗浄してもらうってことなんですけど、はい、私実は半年前とかに1回カーエアコン掃除してもらってるんですけど。あ、そうなの。はい、はい、ただちょっと今になって、はい、暖房を使う機会が多いせいもあるかもしれないんですけど、空気がちょっと気になると言いますか、はい、はい、なのでちょっとそこを見ていただきたいなと思っております。はい、しっかりとやらせていただきたいと思います。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。準備してもらってます、準備してもらってますね、今日ね、日差しがすごいあったかい今何をされてるんですか？今は、まあ濡れないように表情をしっかりさせていただきます。今洗浄中ですか？はい、洗浄、今洗剤をかけてますね。かけるだけで汚れは取れるんですか？そうですね、この高圧洗浄機っていうのがポイントだと思います。あ、結構な勢いで今出てるんですね、水は。そうですねそしたら排水を出していきます。はい、お願いします。どうですか？あ、でもなんかゴミとか汚れとか結構まだ残ってる感じがしますよね。本当ですね。あ、でもこうやって見ると確かに、あ、ちょっと汚いですね。これでも半年とかでこんな汚くなるものですか？そうですね、まあもしかしたら前回の洗浄で汚れが落ちきれてなかった部分が今日出てきた可能性はありますね。あ、そうなんだ、取り切れてなかったのが。はい、洗車屋さんは総本家と言いますか、もともと日本で最初にやられたとか。はい、もう我々が本家本元のカーエアコンの洗浄を始めた空気の洗車屋さんとクラバズーカーになっております。こちらご安心してご依頼いただけたらと思っております。はい、わかりました。じゃあそうですね、一応こんな感じで汚れはまた出てきちゃってるんで、全部取っていただけたらと思うんで。そうですね、ドクターバズーカ洗浄、はい、しっかりと行いたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日なんですけど、エネオスさんの第2湾岸千葉新港店に来ております。お邪魔しております。関東近郊にお住まいの方は、空気の洗車屋さんのカーエアコン洗浄もこちらで作業していただけるとのことです。はい、で今回お邪魔しているエネオスさんなんですけど、セルフのガソリンスタンドであるのはもちろんのこと、じゃじゃーん、隣にですね、カーケアショップさんも併設しております。なので車検もお願いできるほか、板金など傷やへこみの修理っていうのも対応してくれてるんですよね。素晴らしい。そして隣にはポプラがあります。じゅん、お腹空いたのでちょっとなんか買ってこようかな出していきます。
段お水になります。やっぱ汚いですね、今年。そうですね、やっぱり洗剤を使うことで汚れがしっかり落ちるので、なんか謎の汚れが浮いて回ってるんですけど、何ですか、これは。OK ですね、これだけ透明になればバッチリだと思います。これから何をしていくんでしょうか。これからはエアコンダクト内部の、除菌消臭を、特殊なミストを使って行いたいと思います。除菌と消臭ですね。そうですね。はい、はい、これで全てのエアコンダクトの内部の除菌消臭を行っています。めっちゃ黙々ですね、はい、内部の奥の方まで全部入ってるってことでしょう。そうですね、要するに洗浄できない部分、エアコンダクトの内部とかは洗うことができないので、そこはもうミストを中に分離して充満させて除菌と消臭を行っております。どうしても手が届かない部分はここで。そうですね、これで対応させていただいてますね。なるほど。じゃーん、お腹すいちゃった。朝ごはん食べてなかったからホットスナックをいただきます。買ったのはハムカツです。やばいです。煙に包まれております。あー、でもこれで除菌と洗浄ができるってことなんで、すごない？ちょっとこれ、うずらがやばすぎるけど、これでしっかり洗浄されるってことなんですね。もうもうもう、ありがとし、ありがとし。めっちゃ吸い込んでいきますね、すごい。先ほどはエアコンダクトの内部を除菌消臭して、今現在行っているのがエアコン内部の、除菌消臭を行っていると思います。そしたらこの後はオプションのお話をさせていただきたいと思います、はい、まず防カビコーティングのオプションがあるので、はい、そちらを施工していきたいと思います、はい、まずエアコンダクトの内部にも施工していきますね。これが防カビ抗菌剤ですか。防カビコーティングの液体になりますね。これを全部入れていきます、はい、すごいですね、こんな入れ方をするんだ。注射みたい。これでエアコン内部のカビの発生を抑制すると思いました。さっき あの水蒸気だけだとこういう防カビの効果っていうのは特にないんですね。そうですね。次は何でしょうか。次はまたオプションになるんですけれども、はい、車内バズーカ消臭っていうのを行っていきます。はい、バズーカ消臭、車内の気になる匂いをこちらを使って消臭していきたいと思います。はい、わかりました。はい、まず薬剤を噴霧してみます、はい。としましては、はい、水拭きで拭き上げて、さっきの消臭剤を拭きかけた後拭いていく感じなんですね、はい、それで最後腹拭きで仕上げます。うん、これ全部車内全部を拭いていただけるんですか。そうです。あ、すごい。めっちゃ大変ですねこれ。これを、天井からシート、はい、フロアまでやらせていただきたい。フロアまでやっていただけるんですね。はい、そうです。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、はい、ということでね、すべての洗
浄工程が終わりましたよということで、すいません、今日はお時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの取れてなかった汚れが今日これで綺麗になったということで、いやとてもありがたいです。お待ちしてよかったです。はい、はい、この味の研究っていうのがやっぱいいんですね。そうですね、当社は何年も検証して、パイオニアとして、こちらのサービスを提供させていただいてます。本物のサービスを提供している自負と責任を持ってお客様にサービスを提供させていただいております。それは我々全国のフランチャイズ加盟店でも同様な作業を行っておりますので、ぜひご安心して我々にご依頼をいただけたらと思います。そっか、全国にもフランチャイズ店があるんですね。はい、そうです。そっか、よかった。じゃあこの関東以外の方でも、あの空気の先生さんお願いできるということで、はい、はい、じゃあよかったら皆さんも概要欄に詳細を貼っておきますので、詳細は概要欄から確認いただければと思います。ご依頼お待ちしております。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。